2022令和4年3月27日日曜日、皆様こんにちは。フードラインドガープレゼンツ、お猿の円蔵がお届けいたしまするでござるよ。今回は隅田川桜の花開花リポートでござる。今年も元気よく素敵な姿をご披露くださいました。再会できたことに感激感激でござるよ。本日はどんよりと雲に覆われておりましたが、時折お天道様も顔をお出しになりお花見されておりました。未だ暗い世の中、桜の花によって平和が戻ってきた。そんなひとときとなりましたでござるよ。人々も楽しげ、一年に一度の再会に心を躍らせ飛び回っておりましたでござる。また東京スカイツリーも634メートルのお高いところからお花見、また平和を祈っておられる様子でしたでござるよ。さあ4月から新年度、新たな気持ちで元気に明るく楽しく、そして何よりも健康で、また希望の光が訪れることを信じて日々歩んでまいりましょうよでござるよ。